サンドイッチ屋に悪の王者？どこかでミートボールの化け物が現れるとでも？聞いたところによると、パストラミゴーレムなら本当にいるらしい。何にせよ、知ったかぶりが終わったなら、話はもっとこんがらがってるんだ。奴は思い上がって死を免れようとした。永遠の命を手に入れようと。つまり、奴はいつかシェルターからこの素晴らしい新世界に出てくるかもしれない。聞き覚えはあるか？エディはただの冷凍バナナになりたかったんじゃない。冷凍睡眠じゃない。奴はたちの悪い、狂った放射能施設に投資したんだ。まさか、つまり放射能を使って？そういうことだ。エディ・ウィンターは自らグールになった。200年前はファッショナブルなことだったんだ。そう、奴はおそらく最初の一人だ。で、奴はまだ例のシェルターの中に閉じこもっていると思われる。未だ無事に。地上に出た時に悪の時代を再び築き上げる準備をしているんだろう。それを防ぐために奴を見つけて殺すつもりだ。手伝ってもらえないか？できないわ、ニック。まだ生きてるとしても、なぜエディ・ウィンターを殺すの？ただの復讐としか思えない。記憶がある。女の子の彼女だった。本当は自分の記憶じゃないって分かってる。これはニックのだけど、その女の子は本当にいたんだ。美しくて純真な子だった。ウィンターが殺した。今はその対価を払う時だ。分かっただろう。協力してくれるか？分かったわ、ニック。悪者を倒しましょう。助かるよ。さて、ウィンターのボルトがどこにあるかは分かるけれども、ドアは複雑な暗証番号で封印されている。運がいいことに、ウィンターの傲慢さはとどまるところを知らない。昔、奴は10本のホロテープを作った。いろいろな犯罪組織に罪を着せるものだ。それぞれに一つずつ番号が隠されている。すべてのホロテープを見つければ、すべての番号が手に入る。すべての番号が手に入れば、暗証番号が手に入る。それでウィンターを倒せる。ここ最近、この件についてファイルをまとめていたんだ。聞く価値があるホロテープが2本ある。一つはウィンターのもので、フェラルでいっぱいになる前にケンブリッジ警察からなんとか持ち出したものだ。外に出るとき、アクティブな証拠端末を見かけた。端末が残りのテープを見つける鍵なのは絶対間違いない。おそらく旅の途中で見つけた警察署にもう一度訪れる価値があるだろう。あら、バレンタイン。それで
何か持ってきてくれたのか。年取ったグールのテープをポケットいっぱいに持ってきてくれたのか。やっと全部集まった。はい。冗談はやめてくれ。さて、これは本当に紛れもない探偵の仕事だ。これはゴミより古いけど、エディが触った跡があちこちについてる。本物だな。で、これにはまだ暗証番号の一部が隠されてるわけだ。古いプロセッサーで見てみよう。よし。1953728406。あの年取った悪党はアンドリュー駅に閉じこもってる。さあ、エディ・ウィンターを倒しに行こう。エディを待たせないようにしよう。誰か見てみろよ。
もちろん195372840。なんだ、そこにいるのは誰だ。てめえら一体何者だ。この世でネメシスの最後だ。おいガキ、そう言われるたびに10ドル札1枚もらえたらいいんだがな。だがまだ死んでないだ。一体どうやって、いや、ありえない。こんなに時間が経ったのに、本当にあの暗証番号を解いちまったっていうのか、このテープの。おい、まだたったの、何 ?200 年さて、何が見つかると思っていたのか知らないが、金か宝石か宇宙の秘密か。だが見つけたのは一人の男だったわけだ。グールってやつだな。ただ生きてる、生き延びてる。だが自分のものは渡さないぞ。暗証番号は冗談だ。警察がどれだけバカか証明したかっただけだ。本当にバカだって分かった。さあよそへ行きやがれ。敵を止めるまでどこにも行かない。おお、そりゃなんだ。それにてめえは誰だ。おい、何か知ってるような気がするな。だがてめえはなんだ、ロボットか何かか。今は外の世界はこんなになってるのか。ロボットが支配する世界、そうなると思ってたのか。名前はバレンタイン、ニック・バレンタインだ。覚えているか。バレンタイン、警察官か。てめえがそうだって言うのか。残念だが、てめえはニック・バレンタインじゃないぞ。ただの機械だ。フィアンセを殺しただろう、ジェニファー・ランズ。お前でもやり遂げられない犯罪があるんだ、ウィンター。フィアンセ？バレンタインのフィアンセのことか。かわいい子だった。あんなことになるなんて残念だ。だがてめえ、本物のバレンタインを知っているのか。やつならチャンスがあれば手を引いただろう。だがなんだ、ロボット男、どうして気にする。娘が200年前に殺され、てめえがうちに入り込んできてタフな男を演じたりして。クソ、自分自身を見てみろ。生きてさえいないだろう。なら同じような間違いをしていると思うがな。あんたの葬式まだここでやることは終わった。けどやらなきゃいけないことがもう一つある。一緒に来たければ来てもいい。完璧ね。適切に浴びたら人間の細胞が変化するんだ。
然変異する。ベイビー、不老不死だって可能だ。ああ、分かってる。死んでしまう可能性もある。でも一か八かやってみたい。でもお前を失いたくはない。だから俺が実験台だ。それで治療を受けてる。でも大丈夫、元気だ。ピンピンしてる。すごくいい気分だ。いやー、素晴らしい気分だ。このクレイジーなやつは本当に効く。この戦争はいつかは収まるだろう。収まったらボストンまで歩いて行って、そこでやっていたことを再開する。未来は俺のものだ。それまでにお前は死んでるだろう。もちろんだ。でもネガティブなことをくよくよ考えても仕方がない。だからほら、明日の夜サンドイッチの店に来てくれ。一緒にシェルターに入って扉を厳重に閉じて大爆発を待つとしよう。ああ、ただちょっと準備をしといた方がいいかもしれない。心の準備とか。ちょっと見た目が変わったんだ。でも愛は見た目じゃないだろう。場所で200年前エディの手下の一人がジェニー・ランズの背中に銃弾を撃ち込んだ。もうエディは死んだ。ジェニーやニックと同じように。それで途方に暮れている。分かっているのはあんたがいなかったらエディはまだのさばっていたということだけだ。どうだろう、理解するのは大変だ。ウィンターは元のニック・バレンタインを思い出せる最後の名残だったんだ。俺が昔生きていた警官を機械的にコピーしたものだということを示す最後の証拠だった。インスティチュートの保存記録はだいぶ前に紛失しているんでね、どう感じていいのかよくわからないでいる。あなたは何を期待していたの？これで状況がマシになると思ったんだ。でもそんな簡単な話ではなかった。自分があのニック・バレンタインだったからだ。彼の不安も希望も記憶全てを抱えていた。神経伝達なんとかを取りにケンブリッジの実験室に行けと電話を受けたことも覚えている。自分の家族も家も人生も全て失い、ゴミの山にいたことも覚えている。全て俺自身が経験したことではない。俺の全てはニックのものだった。あの古い世界を思い出させる最後の人物。ウィンターさえ消えたら俺はついに自由になれると思ったんだ。でもここであんたと一緒にいてやっと気づいた。ウィンターを倒すのはニックとは無関係だった。ジェニーやあんたや俺とも関係なかった。正義に関わる問題だったんだ。正しいことをする。俺たちが行ったのはいいことだった。善行を成したんだ。俺たちだけで。たとえこの世界で自分のものだ、ニックでもインスティチュートでもなく俺自身のものだと胸を張って言えるのなら死んでも悔いはない。あんたがいなかったら実現できなかった。なんて俺を言っていいかわからないよ。礼には及ばないわ、ニック。お互い友人なのよ。友人ならすることをしたまでよ。あんたはどこまでも気高いんだな。よせよ、ここいらで立ち尽くしている人を助けているわけじゃないんだから。つまりまだ一緒に旅をしたいと思っているのか。
これ以降は別々に行動したいなら責めたりはしない。もちろん行きましょう。よかった。さあここから出よう。